きます、いきます、せーのせーで、お願いします。ありのままではいられないまま、あーチャオス、はい、ということでやっていきましょう、やっていきましょう、よーの企画、はい、ということで企画は新活動のためなら知られても出る、なんですけども、皆さんに久しぶりに買わずに言えてちょっと嬉しかった。見てこれ、夕焼け小焼けでまた明日、また明日みたいな感じですけどね、はい、人間っていいですよね、はい、曜日の、まあ、今夕方4時ぐらいですけど、ぼちぼちいるね、やっぱね、結構人いるよね、別にね、うん、いやね、何食ってんだよ、ミックスポーツ、何が問題なお前。まあね、今日ね、本当に撮影どうでした？もう撮り終わってますからね、はいはい、終わってますから言っちゃっていいですか？いいですよ。今日のこの動画の感想を一言で表すと、行きます、行きます、せーの、せーで、ドンパチで行きます。ドンパチじゃないの。ありのままではいられないから、隠し事だらけ、隠し事だらけだったな。袋に詰められた夏のような翼、そう問題な。楽しいな。楽しいな。楽しいな。行きますか。じゃあせーの、イベー。せーの、イベー。ありのままではいられないから。はい、ということで頑張っていきましょう。やっていきましょう。イエーイ。やっていきましょう。よし、まあ、ということで今日ミックスナッツ、これも僕の好きな曲ということでね、めちゃくちゃ楽しいでございます。はい、怪人の花歌がちょっと焦げてしまって、まあ、最近ね、歌シリーズの再生数がちょっと悪い状態になってしまってですね、はい、いつも見てくれてる、この動画を見てくれてる皆様に本当に感謝しております。はい、ありがとうございます。本当ちょっとね、地方で歌うとおりやりすぎたので、一歌シリーズ戻します。よろしくお願いします。お願いします、頑張ります。このまま何も残らずに、あなたとは勝ち続く、ありのままではいられないまま、あああああ隠し事だらけ、次はぐだらけ、翼授けられました。いやーもうしょうがない、あればっかりは。プリティでキュートだったんだけどさ、少しでもネットブルーにこれごますってね、これね、拡散してもらって案件もらえるように。僕レッドブル毎日飲んでるんですけどね。名前も翼だし。名前も翼なんですけどね。行きます、行きます、せーの、せーで、お願いします。テーブルの端に手を伸ばす、その時さえありのままではいられないまま、ああ隠し事だらけ、次はげだらけの
がない。これは本当に成功だな。成功だよ、もうこんなんやってたからな。成功だと思う。ありがとうございます。はい、十分に気持ちは伝わりました。Ladies and gentlemen。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。結局始めんのかいそれ。難しいって言ったらこれだったら一番重要なトークじゃん。ということで本日の商品はこちら、デデン、エアジョーダンはローです。この番組はご覧のまあね、今日はあの僕の大好きなエアジョーダン1シリーズの、まあ、ローカットのスニーカーですね。でもさ、色合い可愛いよね。超可愛いでしょ。これ日本で発売されてないスニーカーで、あのネットしか買えません。TikTok でね。まあ春先とかね、まあ2月から3月、4月でこのぐらいの時期に、まあめちゃくちゃ流行ると思いますので、おすすめでございます。スニーカーコーナーを楽しみにしてるちょっと視聴者さんに僕一言言いたいんですけど、こいつって基本人と被るのが嫌だからね、珍しいのばっか買ってるんですよ。だから早々買えないと思います。だからね、あの小林くんのね、イコール自慢話だと思っていただければね、嬉しいですね。このスニーカーコーナーは終わりです。なんとかいけるか。いきましょう。よし、せーの、せーで、その時さえありのままではいられないまま。今のは最高だったわ。いやマジでよかった。タイミング完璧だったもんな。完璧だった。刺さるね。いやでかいわ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃくちゃよかった。いや完璧だった本当に。いやでもね、やっぱミックスナッツ本当名曲なので何回聴いても飽きないというか、うん、まあ、個人的には大満足会でした。はい、結構古い曲と新しい曲交互に入れてますので、まあいろんな年齢層が楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。そうですね、今後ともよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。アディオス、アディオス、ポッポー。